グレートブリテンジョージ5世2ポンド金貨1911年プルーフ64カメオ NGC 鑑定です。統治者はジョージ5世で1911年の2ポンド金貨になります。重さが 15.9761g、 金の含有量が 91.7%、プルーフの64と、かなり高いグレードになります。発行枚数が2812枚、基準価格は公表されていません。プルーフで1500ドルという基準価格があるんですが、まあ、これはもうほとんど意味をなしてないという数字になっています。現在残存枚数が21枚です。表面はジョージ5世の肖像で、裏面はセントジョージがドラゴンを退治するモチーフになります。